ちょっと待ってください。ご冗談ですよね。契約を切るなんて。ううん、冗談じゃないわ。はい、俺も兄ちゃんも本気で言ってます。それだけは勘弁してください。天下のうぐもりグループさんとの契約を切られたらうちはおしまいです。ひどいですよ、急に契約解除だなんて。何年も一緒にお仕事した仲じゃないですか。それなのにいきなり契約解除なんて。鬼、鬼だ、鬼畜だ。鬼、守る、豆まかないと。兄ちゃん、節分はもう終わったよ。おそらく田中さんは俺たちのことを鬼って言ってるんだよ。へい、いた、なんで豆投げてるのさ。だって守鬼なんでしょ。俺も鬼だから投げないと。自分に投げるって難しい。本当に鬼なわけじゃないよ。そもそもどっから豆出してきたのさ。いつ節分があってもいいように胸ポケットにいつも入れてるんだ。一回、兄ちゃん、豆まきは一年に一回しかないから。ちょっとふざけないでくださいよ。大事な話をしてるんですから。ごめんなさい。守もこの通り反省してるから許してくれないかな。兄ちゃん、でどうして急に契約を切るなんて言い出したんですか。うちは何もしてませんよね。何もしてない、そんなことありませんよね。え、納品していただいてる製品、かなりの粗悪品になってるじゃないですか。これが以前のものと今回のものです。明らかに違いますよね。え、いや、一緒ですって。もちろんちゃんと調べました。調査したところ、一個あたりの費用を安くして、田中さんの会社はうちとの取引で今までより10億円以上多く売り上げを得ているんですよね。いや、安くよりいいものを提供しようとすることのどこが悪いんですか。もちろん安くよりいいものを提供していただけてるなら契約解除なんて言いませんよ。でも最近の製品は見てください。だ、少し触っただけで壊れちゃうんですよ。そのリアクションだと製品のチェックをしてなかったようですね。まあそうですよね。自社で作るのもやめ、海外の工場で安く作らせ、それをそのままうちに横流ししてただけだったんですから。あ、違う、そんなことしてないです。くんくん、君さっきから嘘つきの匂いするよ。嘘なんてついてないですって。本当なんですよ。田中さん、もう全部調査済みなんですよ。こちらとしても残念です。田中さんとの会社とは長く付き合っていきたかったのに、こんな形で裏切られて。それではお引き取りください。待ってください。まだ話を。これ以上話すことはないです。今に見てろ。本当に残念だね、兄ちゃん。もう田中くんのところとは仲良くやりたかったんだけどな。ちょっと出かけてくる。くそ、うぐもり兄弟のやつ調子に乗りやがって。田中くん、何ですか。契約を解除したんだし私にもう用はないでしょ。今回は残念な結果になっちゃったけどさ、またいつか田中くんと一緒に働けたらいいな。ほら、俺もよく失敗するけど、失敗した後が大事だと思うんだ。何が失敗した後が大事だ。うちの会社を切ったことを絶対に後悔させてやるからな。覚えてろよ。ありゃりゃ、田中くんとっても怒ってる。豆あげるから落ち着いて。いるかっつな。俺はレオン、うぐもりグループっていう会社で社長してる26歳。働くのは大変だけど、いろんな人と仲良くなれるから俺は好きなんだ。田中くんともまたいつか仲良くなれるといいな。その数ヶ月後。大変、大変です、大変なんです。おまわりさんに電話。なあ、どうして通報しようとしてるんですか。おみ太郎が自分のこと変態って言いながら走ってくるからだよ。不審者が出たら通報した方がいいって昔学校で習ったんだ。変態って言ってたわけじゃないですよ。大変って言ったんです。
大介くんがあれなのは知ってるけど、大変って何が？あれって何ですか？あれって僕はいたって健全です。でも小見太郎の部屋のベッドの下に。ああ言わないでください。というかなんで知ってるんですか？この前小見太郎のお母さんとオセロしてる時に小見太郎のお母さんに教えてもらったのは。はい。どうして僕の母とオセロしてるんですか？知らなかったの？大介くん、最近兄ちゃん週8で大介くんのお母さんとオセロしてるんだよ。おかしいじゃないですか。なんでそんな高頻度で社員のお母さんとオセロしてるんですか？最近息子が反抗期で寂しいって富太郎のお母さんがよく誘ってくるんだよ。最近は一緒にお風呂も入ってくれないって。うちの母の方を誘ってるの？違いますから。僕最後に母とお風呂入ったの小学1年生の時ですから。ふーん。いや本当ですからね。そんなことより大変なんです。何が？行田工業が潰れちゃったんですよ。行田工業が？行田工業って田中くんのところだよね。はい、うちが契約を切った後他の会社といくつか契約したそうなんですが、うちにしたのと同じように粗悪品を流したそうなんです。それですぐに契約を切られて。そっか、田中くんたち変われなかったんだね。残念だな。またいつか一緒に仕事できたらいいなって思ってたのに。そうだね。くそ、どうしてうちが倒産にならなきゃいけないんだ。今までうまくいってたのに。社長、これも全部うぐもりグループのせいだ。うぐもりグループがきっとうちの悪評を流したんだ。確かにそうかもしれませんね。うぐもりグループとの契約が切れてからうちの会社は傾き始めましたし。絶対にそうだ、 100% そうだ。また一緒に働きたいと言っておきながら、あいつらはうちの会社を潰したんだ。許せんぞ。あいつらだけは許せない。全て失ったものの怖さ見せてやる。その数日後。あれ、電話。もしもし、俺だよ。俺だよ。わかってますよ、私からかけたんですから。俺俺詐欺みたいになってますから。でも久しぶりだね、田中くん。どうして電話くれたの？レオンさんに相談したいことがありまして。俺に相談したいことは？はい、もうご存知だと思いますが、私たちの会社潰れてしまったんですよね。あの時レオンさんの言葉を聞いて、ちゃんと心を入れ替えていればこうはならなかった。悔やんでも悔やみきれません。ただこのまま終わりたくないんです。心を入れ替えて頑張りたいと思うので、乗っていただけないでしょうか？いいよ、乗る。で、ゴーイングメリー号に乗ればいいんだっけ？相談にです。別に私ワンピース探しに行ったりしないんで。俺的にはありだよ。レオンさん的にはありでも私的にはなしです。仕事の相談に乗ってほしいんですから。ああ、そっか。わかった。ゴーイングメリー号に乗れるようにしとくね。全然わかってないじゃないですか。ゴーイングメリー号じゃなくて相談です。来週の土曜日とかどうですか？いいわ。じゃあ待ち合わせ場所と時間 LINE で送っておきます。あ、一応マモルさんには私と会うことは内緒にしてもらってもいいですか？なんで？マモルさん私のこと好きじゃないと思うので。そんなことないと思うけどな。とにかくお願いします。それでは失礼します。社長どうでした？来てくれるってよ。基本的にあいつアホだからな。何も考えず来るみたいだ。本当にアホですね。恨まれてるとは知らずに来るなんて。ああ俺の復讐劇が開幕だ。そして土曜日。あれ、兄ちゃんどこ行くの？あ、そうだ、
内緒にしなきゃだったんだ。ほんと。ああ、そう。ゴーイングメリーゴーに乗りに行くの。はい？ゴーイングメリーゴー？おお、ありったけの夢をかき集めてくるね。ちょっと待ってよ、兄ちゃん。何？ゴーイングメリーゴーに乗るって。おい、なんとか守に田中くんと会うってこと言わないで済んだよ。でも別に守に内緒じゃなくていいと思うんだけどな。まあ田中くんがそうしたいって言うから仕方ないか。待ち合わせ場所はここら辺だったよね。レオンさん、わざわざ来ていただきありがとうございます。おー、田中くん、やっほー、鈴木くんも来たんだね。ご無沙汰してます。じゃあ早速乗ろうか。少し歩きながらでもいいですか？めんどくせえ。歩こっか。レオンさん、私はこれからどうすればいいと思いますか？会社を失い、すべて失ったんです。すべてってことはないんじゃないかな。だって鈴木くんはついてきてくれてるんでしょ。失ったものより残ったものを数えてみたらいいんじゃないかな。まだ残ってるものがあるんだから田中くんはやり直せるよ。やり直せるか。よく平気でそんなことが言えますよね。レオンさん、あなたとマモルさんのせいでうちの会社は潰れたんですよ。そうなの？そうじゃないか。あんたらが裏で手を回して他の会社にもうちと契約しないように言ったんだろ。やり直せるとか言っておきながら。そんなことしてないよ。田中くんとまた一緒に働きたいと思ってたのに。そんなことしないよ。嘘をつけ。全部わかってるんだ。そうじゃなきゃあんなにすぐうぐもりグループと契約した後に契約した会社が取引をやめるわけありません。それは製品のクリオネの問題じゃないかな。クオリティでしょ。うぐもりグループでさえうちの製品のクオリティが下がってることに気づくのは時間がかかったんですよ。あんなにすぐ気づいたってことはうぐもりグループが余計なことをしたに決まってます。そうなんだろ。余計なこと、それはしちゃったかも。やっぱりそうなんじゃないか。やっと認めたな。ごめんね、それは余計だったかも。反省してる。そんなんで許すわけないだろ。お前のせいでうちの会社は潰れ、俺は家族にも逃げられたんだ。お前だけは許さん。なあ、何するの？うりゃあ、うわあ、あとは弟の守だけだ。キャー！社長、目撃者がいたようです。逃げましょう。ああ、数日後。兄ちゃん、どうしてレオンさんが。うぐもり守さん、この度はご愁傷様でした。いや、でも本当に惜しい人を亡くしましたね。田中さん。なんて思ってないですよ。死んで当たり前だっつの。なんてことを言うんですか。天罰が当たったんだよ。天罰が。うちの会社を潰したことに神様が怒ったんだ。まだ神の怒りは収まってないぞ、うぐもり守。きっとお前にも天罰が下されるはずだ。社長のおっしゃる通りですね。天罰なんかじゃない。兄は誰かに命を奪われたんです。崖で後ろから誰かに押されてるところを見た方がいるんですから。なるほど。まあそうですよね。私たちにしたようなことをたくさんしてるんですもん。恨みを買っててもおかしくないか。兄ちゃんは恨みを買うようなことをしてません。してるでしょ。だってここにいますよ、うぐもりレオンに恨みを持ってる人間が。くっ、それは逆恨みじゃないですか。正当な恨みだと思いますけど。まああなたにはわからないか。なんですって。まあまあまあ、そう熱くならないで、お茶でも飲んで落ち着いてください。いただきます。
そのお茶にはさっき隙を見て毒を入れたんだ。これでこいつも兄の元へ。ごく飲んだ。やりましたね社長。どうですかお気分は。少し頭が冷えました。あなたたちと話しても時間の無駄なので失礼します。あれどうかしましたか。おかしい。すぐに苦しむはずなのに。ちゃんと毒は入れたんだよな。はい入れました。どうして。用がないなら行きますよ。どういうことだ。さあまだ聞いてないだけか。んどうかされましたか社長。苦しい。え、助けて、助けてくれ。苦しいんだ。社長どうしたんですか。急に社長が胸を押さえて苦しみ出して。って、もしかしてこれ、守さん、社長のお茶と自分のお茶を入れ替えたりしましたか。そんなことしてませんけど。社長、この薬を飲んでみてください。苦しさが消えていく。やっぱり社長の方のお茶に毒が入ってたんだ。あなたお茶を入れ替えたんですね。毒？毒って何のことですか。まさか守さんのお茶に毒を入れようとしたんじゃ。バレてしまったならしょうがない。社長すみません。鈴木くんが謝ることじゃない。悪いのはこいつら、うぐもり兄弟だ。どうしてこんなことを。どうして決まってるじゃないか。お前らがうちの会社を潰したからだ。その復讐だよ。こうなったらこれも教えてやる。うぐもりレオンを消したのも俺たちなんだよ。嘘ですよね。本当だっつの。崖から落ちていく姿は滑稽だったよな鈴木くん。今でも思い出し笑いしてしまいます。お前らよくも兄ちゃんを。作戦はうまくいかなかったが、お前を消すことには変わらない。鈴木くん、あれを。はい。手榴弾。ああそうだ、これを今から投げてやる。そんなことしたらあなたたちの命も。もう俺たちに失うものはないからな。別にいいんだよ。鵜久森守を巻き添えにして地獄に落ちることができるなら本望だ。じゃあ一緒に鵜久森レオンの待ってる地獄に行こうぜ。くっ、やめてください。エリア。兄ちゃんごめん、仇を撃てなかった。あれ爆発しない。社長が投げたの手榴弾じゃないです。じゃあ俺は一体何を。これはメロンの形をしたアイス。兄ちゃんが好きだったやつだ。今も好きだよ。兄ちゃんレオンさん。どうしてお前が生きてるんだ。どうしてって、ゴーイングメリー号に乗ったからだよ。ゴーイングメリー号に乗った。うん、田中くんに押された時。うまく着地できた。すごいな。なんでゴーイングメリー号がここにあることは田中くん知ってたんだろう。おい田中くんたちもおいでよ。あれ来ないのかな。どうしてゴーイングメリー号に乗りたいって言ってたのに帰っちゃったの。田中くんが乗りたいって言ってたのに。だから俺一人でワンピース探してたんだよ。そうなんだ。俺が乗ってほしいって言ったのは。よくわからないわ。よかった。兄ちゃん生きてて。レオンさん。もしかして二人も乗りたかった。ごめんね、田中くんが内緒にしてって言ってたからさ。
じゃあもしかして手榴弾とお茶を入れ替えたのは。うん、俺だよ。ほっそり入れ替えるゲームやってるのかなって思ってさ、参加させてもらったの。でもびっくりしたよ、俺の名前が書いてあるなって思って。ここに来たらお葬式やってるんだもん。ねえ、また邪魔をしやがって。社長、どうしますか。逃げるしかない。逃げて作戦を立て直そう。そうですね。あ、待って、田中くん、忘れ物は。え、兄ちゃん、何投げたの。え、もしかして田中くんたちのメロンのアイス。いやあ、あれれ、どうしたの。喜びを爆発させたってやつ。うわ。その後田中くんたちは病院に運ばれ、それからおまわりさんに逮捕されたんだって。でもすごいよね、田中くんたち。メロンのアイス返してもらっただけであんな風に喜びを爆発させるなんて。俺よりもメロンのアイスが好きなんだろうな。守、俺食べる。手榴弾？違うよ、メロンのアイス。だよね。じゃあもらおうかな。でも本当に良かったです、レオンさんが生きてて。俺はずっと生きてるよ。守を悲しませるの嫌だから、そう簡単に死んだりしないもん。兄ちゃん。でもさ、田中くんに悪いことしちゃったかも。俺たちもっと早く田中くんたちのズルに気づいてたでしょ。こちらから言わず、田中くんたちが心を入れ替えてくれるのを待ってたじゃん。あれがいけなかったのかもってちょっと反省してるんだ。もっと早く言ってあげたらよかったかもって。結果は変わらなかったと思いますよ。うん、俺もそう思う。そっかな。でもやっぱり難しいね、お仕事って。もっともっといろいろ力をつけて、こういうことが起こらないようにしていきたいな。うん、俺も協力するよ。もちろん僕もです。これからも頑張ろう、兄ちゃん。めんどくせえ。頑張ろっか。